ので、これを許します。森本真嗣君。私はただいま可決されました聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案に対し、自由民主党国民の声、立憲、国民新緑風会、社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案に対する付帯決議案。政府は本法施行にあたり、次の事項について、その実現に努めるべきである。電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。2、電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要することを踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者、またはこれらと同等の資格や技能を有する者を基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの作成にあたっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。3、オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。4、電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体、及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うとともに、電話リレーサービスによる本人確認など、聴覚障害者等が電話をより一層円滑に利用できるよう、通話の相手方の理解促進と利用環境の整備に努めること。5、電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。6、電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。7、本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえること。右、決議する。以上でございます。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。ただいま森本君から提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって森本君提出の付帯決議は、全会一致をもって本委員案の委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、高市総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。はい、高市総務大臣。ただいまご決議のありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。